泣きギは、ギ目鳴きギかをちょっと二代に分類される動物の総称。厳生するものは一回一族で、どうかには泣きギ族よちょっとなのみが属する。長らく14種とされてきたが、その後の研究により、30種まで増えている。総じて次回は小さく、一見ハムスターのような姿だが、ウサギ類の禁煙種である。その名の通り、高い警戒音でよく鳴く。 俗名のオチョトナは、モンゴル語のオゴトナ、または、オチョドナに由来する。また、英名のピカは、ツングース語のピーカに由来するため、本来は、ピカと読むのが正しいが、そのスペリングから、ピエカと読まれることが多い。日本には、北海道に来た泣きギの亜種、エゾ泣きギを HE ソンシスが生息する。泣き兎は、アジア、北、アメリカ及び東ヨーロッパの一部の、 寒冷な気候の土地に分布する。多くの種は、かなり寒冷な気候で隠れ家となる、割れ目のある鉱山の岩場に、かなり広い縄張りを持って単独で生息するが、中には、プレーリードックのように温暖な気候の草原に、複雑な巣穴を掘って、群れで生活する種もあり、その中のあるものは、開けたステップに生息する。また、草原に住む種類は、あたりを見回すために2本足で立つ、ことができる。 草原に住む種類は他の生物と共存していることが多く、ユーラシアの草原ではしばしば泣きウサギの巣穴に雪スズメ類マスを作り、両者は同じ巣の中で共存している。考古学者のドナルド・グレイソンが、 ジャーナルオブバイジオグロフィシ2006年1月の記事で警告しているところによると人類の活動と世界的な気候変動によりアメリカの泣きウサギの生息域の高度は上昇しつつありこれによりこの個体群が絶滅に至る可能性もあるというグレーソンはシエラネバダ山脈からロッキー山脈に至る地域の過去4万年にわたるこれより早く ジャーナル・オブ・ママラジー氏にも、同様の結論を導く記事が掲載されている。泣きウサギは一見ハムスターのような小動物で、短い獅子と丸い耳、短い尾を持つ。サイズは種によって異なるが、体長約18から20センチメートル、尾長2センチメートル弱、体重75から290グラム。競技のウサギ類と同様、餌を食べた後、 まず緑色の柔らかい糞をし、さらに栄養を摂取するために、この糞を食べる。その後、固形のコロコロした糞をする。鳴きウサギは草食であり、様々な植物を採食する。その生息地により、主に草や、杉類、寒木の小枝、苔、チー類などを食べる。地域によっては食糞によって栄養を補給するものもいる。ウサギ目の他の動物と同様、 鳴きギは摂取を持つが剣士を書き、また、九種の数は、競技のウギ類より少ない。四式は2.0、3.2、1.0、2.3となる。岩地で暮らす鳴きギは、一度に五頭までの子しか、産まないが、巣穴を掘る種は、これより、多くの子を産む傾向があり、繁殖の頻度もより高い。この違いはおそらく、後者の生息地の方が、 より豊かな資源を活用できることによるものと思われる。妊娠期間は25から30日程度。泣きうさぎは中高生または白母生で通常は昼間の方が活動的であり標高の高い地域に生息する。最も高い活動性を示すのは冬になる前の時期である。泣きうさぎは冬眠しないため冬の間の暖かい寝床兼食料として 自ら作った干し草を必要とする。泣きギは新鮮な草を集め、それらを積んで山を作り、干し草にする。草が乾ききると、巣穴に運び込んで貯蔵する。他の個体の作った干し草をかすめ取る行動は珍しくない。そういった行動の結果としての争いは、フェレットや猛禽類のような近隣の捕食者に、漁夫の利を与えることになる。 ユーラシアの泣きウサギは一般的に家族単位で暮らし、餌の収集と見張りを各個体が分担する。そのうちの少なくとも数種は縄張りを持つ。一方、北米の泣きウサギは単独生であり、繁殖期を除いて単独で暮らす。ありがとうございます。